ございます。今何時ですか？朝の6時38分です。すごい眠いんですけれども、今から奄美大島に行くということなので、はい、行ってきます。今日のファッションは、エミですごく人気のこの表面のカットソーにディテールがフェミニンなビスを合わせております。明日デニムでしました。イエローのカットソーに合わせてプーマのブルファシスを合わせてます。とこのビスチェが甘めだったのでちょっと全体のバランスをとってみました。今から奄美大島に向かいます。コーディネートのポイントを教えてください。今日は、飛行機に乗る予定だったので楽ちんなコーディネートにしてみました。はい、この編み地がすごく可愛い黒地編みのニットをタックとかでレイアウトして合わせています。はい、パンツはですね EWC シリーズのパンツが形も可愛くて、はい、生地もしっかりしていて透けも気にせず着れるところがおすすめです。ポイントはこちらのエコニットブーツのドミバージョンが登場しているのでこちら合わせてみました。すごい。コーデ紹介お願いします。ちゃんチャリ久しぶり。頑張ろう。最初上に。怖い。そうそう持ってきたら大丈夫なんです。行きます。今から大自然の中でのサイクリング楽しんでいきます。行ってきます。イエーイ。10キロお疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい気持ちいいです。最高です。最高です。シャシャ持ち、今度風が飛んでる。サイクリング朝の坂道です。楽しんでますか？楽しんでます。気持ちいいし楽しい。晴れました。今日も一日みんなで楽しんでいきたいと思います。おはようございます。おはようございます。今日の午前中はですね、はい、ビジターセンターで奄美大島の自然だったり動物について学んでいきたいと思ってます。はい、はい、今日はみんなで EWC のセットアップをしております。はい。すごい綺麗だね。見てください。絶景なんですよ。すごくないですか？撫でたくなる。ふわふわで。ドラ
ラゴン砦に来ました。すごい、この景色が本当に360度。では、はい、おりちゃんとあいちゃんのコーディネート紹介をお願いいたします。はい、今日はですね、みんな同じねセットアップをね着ていて、はい、私はパンツだけ履いております。はい、それに 2way できるアウターを羽織っておりまして、ベストにもなっていて、アウトドアにぴったりな1枚になっております。はい、中も EWC ですね。これはちょっとドドンとこんな感じになっております。私は中がヨガウェアと合わせております。可愛いです。ピンクとあの赤のキャップの合わせもすごい可愛いですね。キャップもすごい可愛くて、エミロゴいっぱい入ってます。ちっちゃいエミがたくさん入ってる。素敵です。じゃあ今日は EWC のセットアップをオールホワイトで、はい、アクティブの日なんですけど、ちょっとクリーンな感じで求めてみました。帽子も EWC のアイテムで、ニューエラさんとのコラボレーションのアドベンチャーハットになってます。はい、取り外し可能な紐がついていて便利なアイテムとなってます。はい、このオールホワイトにイエローのキーカラーが本当ですね。はい、かわいい。テーマ合わせてます。キさんはい、ネイビーのセットアップをしております。こちらにオンを合わせました。かわいい、かわいいです。ちょっと丈長めのシャツをインして着ております。胸元のロゴが見えてかわいいです。キさんは私は、この EWC のストレートのシャツをメインで合わせたコーディネートになっています。で中はこシャカのブルゾンと、ヨガのレギンスを履いてコーディネートしました。めっちゃちえさんっぽいですね。このストライプの素材だけちょっと柔らかい素材になってるんですけど、はい、すごくね、羽織った時に使いやすくって、うん、とても抜群です。大きめのサイジング感がポイントで、なんか私だとこのぐらいお尻が隠れて、ちょっとワンピースライクにも着れるのがお気に入りポイントです。次は奄美大島の伝統的な織物を作っている工程を見せていただけるということでやってまいりました。はい、行きます。ドルドル職人にならない？ドルドル職人スカウトスカウトされた。今からヨガに行きます。最終日の夜はですね、ソイフードマイスターの豊田さんにですね、こんなに美しくて体に優しいお料理を作っていただきました。豊田さん、ありがとうございます。まずこちらがカプレーゼなんですけれども、モッツァレラチーズとあと島豆腐に塩麹で一晩漬けたものと2種類ありますので、違いを味わっていただければと思います。でこちらのプレートは大豆ミートのキーマカレーです。おからで作ったポテトサラダ風のものになります。こちらが大豆ミートの唐揚げです。大豆なんですね。はい、こちらが、ゆで卵を醤油麹に一晩漬けたものになります。でこちらがですね、ギャンモって言いまして、日本ソイフードマイスター協会がクライアントといろいろ話して形にしていただいたもので、最後こちらが、大豆ミートの鶏皮風になりまして、ポン酢でさっぱり仕上げます。ぜひお楽しみください。乾杯。乾杯。ありがとうございます。どうも。いただきます。豆腐っぽい。うん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 。う
和風な感じが美味しい。めっちゃ美味しい。2日目の夜です。私のナイトルーティンをご紹介します。こちらはウッディなヒバと爽やかなレモンマートルのアロマ精油をブレンドして作ったアロマスプレーを持ってきました。こんな感じで枕元にいつも振りかけて深呼吸して眠りにつくことが多いです。あとは寝る前に最近よく飲んでいるのがこちらのエネルギーをケアできるハーブティーです。黒豆がたっぷりと使われていてバラの香りもふわっと変わって本当に大好きなハーブティーです。おすすめです。みんな落ちて30分くらいで準備してヨガに行きます。どうだった？ちょっとね、忘れられない風景とかたくさんあってとっても素敵な旅になりましたね。ね。私にとってヨガは人に恩を返すことの手段の一つなので、その今回のリトリートでお会いした皆様全員思い浮かべながら一緒にこうやってるような気持ちでヨガをやらせていただいて、すごいなんか温かい気持ちでヨガを届けました。本当にいつもとなんか別世界に来たようで、芸術だったり文化にも触れることができたので、これからのなんか勝手にしていけたらいいなと思います。奄美の空港に到着しました。はい、シーサー2003日のウェルネスリトリートどうでしたか？最高でした。すごい楽しかったですね。忘れられないです。朝日に浴びながらですね、太陽礼拝をして本当に気持ちくてリラックスしました。最高でした。東京に戻っても良かった。頑張れそうですね。はい、頑張りましょう。素敵な旅をありがとうございました。ありがとうございます。まだ搭乗手続きが出れました。東京に着きましたね。そんなお二人の空港コーディネートを、はい、私はこのヘミでは初めてのトラック、ジャケット、スポーティーなんですけど合わせやすい、着せやすい色合いとか色だったりとか、で物買があるのでこういう感じで何も怖いですよね。ちょっと怖いと思います。ゴムチンゴムの黒ラクチンのパンになっております。新作のモフィックですね。全体的にベージュとホワイトのカラーに、この爽やかなブルーが差し色になっている、とても可愛い感じになっております。しべちーさん。私は、ウェルネスクラブの女性とメインコーディネートしました。今回このネイビーのカラーがすごい絶妙で、大人っぽく見せてくれるカラーだなと思って、こちらに私はこのヨガウェアのレギンスを合わせてます。今シーズンのポイントなんですけど、ネイビーのラインを入れることによって少しスポーティーさを出したようなレギンスになってます。ワンフェイスのパッケージのバックパックを使ってるので、シューズはナイキの、こちらはエアマックスパルスというモデルになっていて、すごい軽くて履き心地が抜群なのがポイントになってます。ネイビーエクスクルーシブのこちらのシューズはですね、ちょっとメタリックのナイキのロゴが入ってるんですけど、そこはちょっと高級感もあって、おすすめのシューズになってます。では皆さん、3日間楽しかったですね。会えるよー。寂しいよー。